で、ここは OK かな。で、戻ると、こうなってるのか。こうなって。よし、これで、ボス部屋の鍵をゲットか。よーし。大きな扉の鍵ゲット。で、なぜか敵が出てきた。で、ここはもう取り忘れはないけど、あ、あれか。ん、違う。普通に行けるじゃん。ああ、妖精の泉。妖精の泉。どうしようかな。これを飲んで。妖精だ。瓶に入れとく。同じ5個回復するのは妖精の方がいい。で、あともう一個なんか行ける場所があったような。間違えた。なんで爆弾置いちゃったの。敵が。あ、これ関係ないか。このくぼみは砂が出るためのものだったのか。で、こっち側行くと、これどうやって行くんだろう。上からか。上からだから、あれ、上から行くにはこっちから行かないとダメか。あ、ここだ。おりゃ。よーし、これで宝箱ゲット。チャラララーン。これで心置きなく先に進める。よいしょ。で、ここは戻って。おー、びっくりした。こいつがいたんだった。鍵を開けるのかな。これもしかして下通れる？下通れんな、これ。やっぱり。おりゃ。チャララララララーン。よーし、100ルピーゲット。で、これを、これまたやるのか。いた。よーし、ここ。これはどうなんだろうな。この下に行くと宝箱がある。オッケー、分かったよ。こうして、こうだな。頑張れ、ビーム頑張れ。よーし、開いた。チャラララララララン。多分こっち先に行くんだな。あ、なんだ、中ボスか。
あれ？消えた。消えた。いた。おりゃ。余裕。おお。これだけか。チャッチャララララーン。20ルピーゲット。あとは何もないかな。何にもなさそう。オッケー。よし、先に進もう。これ食らうんじゃない。おりゃおりゃおりゃ。これもこれも食らうな。同じことか。これでこうか。なるほどね。これで3階に行けると。そしてん？こっち側に宝箱。100ルピー。もうこれコンパスあれば隠し部屋のい、っていうかこれ最初から地図あるから別にわかるか。でこっち、おりゃおりゃおりゃ。あ、これ後だな。先にこっちか。びっくりしたー。あ、このミイラ何にも攻撃してこない。おりゃ。あ、落ちた。おりゃおりゃ。先に倒しとけばよかった。こん中入れずと。なんだここ。おお、ルピーが、ルピーが美味しい。で失敗した時用にここを戻ってくるんだ。びっくりした。敵が復活してる。これはのか。これ間に合った。じゃんちゃららら。んこれで小さな鍵をゲットしたから、あそこのドアを開けて、ボス部屋行く前にこっちだよね。これは、ああなるほど、自分の爆弾でいいや。ずれた。ダメだ。これはめんどくさいから自分の爆弾にするか。よし。でここもか。いけるかな。あれ、ずれた。壊れろ。爆弾を置いて。違うよ。痛い。いや、ここに置いて。こうしよう。お。
チャラララララララーン。で、こうか。びっくりした。なんだ、止まっちゃったぞ。で、これはたった。あの爆弾はなんか私についてきてんのか。壁画、こうだな。なんか意味あるのかな。あ、このルピーが取れるってことか。なんかないかな。何にもない。これだけだ。ルピーを取りに来ただけだ。で、あ、この上に行かなきゃいけないんだ。また最初からか。いた。こうしてこうだな。こうしてこう。頑張りゲージがなかった。おりゃ、これでいけるか。いけた。おい。で、こっちだ。そうだ、こっちよ。こっち先に行かなきゃいけなかったのか。これで砂でいっぱいになるから、砂の上渡ってボス部屋だ。壁画になれない。なんてこった。そんなわけあるか。あれでも、まあ、いっか。あれ、壁画になれないの？あ、普通に行けるじゃん。普通に行けるじゃん。これ絶対サンドロットと爆弾使えそうだよね。え、これは飛び降りちゃっていいのかな。うわー、違った。こうか。おりゃ、こっちでいいのか。さあ、そしてこんなところに、こんなところに出入り口があるけど、どこに出てくるんだ一体。出る。あー、これは、いや関係ない。特に意味ないか。